こんにちは。こんばんは。霊夢です。マリサです。パズドラで鬼滅の刃のコラボ発表されたのは、知ってるよね？もちろんだぜ。今日、村子がかまどもんすみじろうの図鑑写真をアップしたよ。ツイッターでも話題になってたな。無課金でも必要なのか考察してみたよ。ほう。鬼滅の刃コラボキャラは、全員変身ありそうだね。星8ってことは販売しそうだな。性能だけど、変身後のリーダースキルが、攻撃力18倍、ヒットポイント回復力2倍、ダメージ軽減に3コンボと、スキルは2ターンエンハンス非ドロップ生成、覚醒も7コン3個、無効貫通、悪魔キラー、ぶっ壊れだな。武器は3ターン操作時間、回復力、エンハンス、2コンボ加算。こんなギミックが来るダンジョンは嫌だ。どう考えてもこの先人権キャラになりそう。で、結局無課金は狙った方がいいのか。個人的にはファスカあればいらない。かまどもんは追い打ちがないので、無理に取りに行く必要はないよ。好きな人は取りに行くだろ。まあでも、大在流のように使えるから、かまどもん罰かまどもんパーティーが流行りそう。火力は正義だぞ。俺は光キャラが好きだから、交換できなければ、いらないかな。フェルルあるもんな。そんなことより無限列車見に行ってきたよ。急に話変わったな。結局それが言いたかっただけだろ。わら。正直、鬼滅の刃は何が面白いかわからないけれど、悠久だったし、行ってみただけ、暇人だな。何にせよ、元宝としても、儲けるチャンスを逃したくないはず。汚い話になってきたな。かまど以外のキャラも、ある程度ぶっ壊れてるといいな。さすがに二度も同じ鉄を踏まないだろ。そうだね。プロテインだね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。全集中。